Ready? さあ、スタートいたしました。ゴッグのこの金の目で始まり、昨日行われた高校生花いけバトル宮城大会。宮城、岩手、山形の3県から9校16チームが出場しました。用意されたのは名取さんのバラや柴田さんのトルコギキョウといった花材およそ100種類。生徒たちは2人1組となり、気に入った花を選んで即興で生けていきます。制限時間は5分間。瞬時に花材の組み合わせやバランスを考え、2人が交代して一つの作品を仕上げます。1分超え、残り1分です。早いペースで行け進めていく伝統高校。おっと、ここで伝統高校枝が傾きます。完成した作品は構成などを評価する作品展と、生ける所作の美しさやチームワークなどを評価する表現点、それに観客の評価も加えた合計点で競いました。決勝は予選を勝ち抜いた柴田農林高校と宮城一高のチームが対戦しました。レディスタートいたしました。ここで勝てば優勝、優勝すれば2024年2月に香川県高松市で開催されます全国高校生花いけバトル全国大会への出場。一人ずつ作品を手掛けた決勝、若い感性と想像力を花で表現します。3、2、1。そして優勝は三重県柴田農林高等学校花いけバトル、おめでとうございました。その得点差は大きく開きました。ダリアや流木をうまく取り入れバランスよく仕上げた柴田農林高校のチームが優勝しました。私たちが生けるのはお花なので、お花を信じて生けることですね。花いけはその短い5分間という中で最後まで何が起こるかわからないというこのワクワク、そのワクワクドキドキ感が魅力的だと思います。とても楽しくいけれたと思います。最後の花いけなので、全国大会でも楽しくペアの光さんといけたいと思います。優勝した柴田農林高校のチームは来年2月に香川県で開催される全国大会に出場します。